電磁レールガンは心躍るよな。火薬を使わないなんて近未来的だし、SF チックな兵器の代表例みたいなものだしな。超電磁砲って響きがそもそもかっこいいもんね。そうだね。さて今回は、そんなレールガンの開発について詳しく解説していくよ。そもそもレールガンとは、火薬を使用せず、電動性の高い2本のレールに高圧電流を流すことにより磁場を発生させ、その磁場の力、電磁気力、漏電力、で砲弾を加速して打ち出す装置のことだよ。火薬を必要とせず、電気エネルギーさえ調達できれば、非常に高い方向初速度で砲弾を撃つことが可能であるため、非常に高威力の近未来的な兵器として、科学が発展した未来を題材とした映画では、レーザー兵器とともに未来兵器の定番としてよく登場するよね。嬉しいけど、それはなぜなのかな？2022年1月12日に BS 日テレの真相ニュースの中で、小野寺逸則元防衛大臣と小原凡司、笹川平和財団上席研究員が、その理由について語っているよ。今回、日本がレールガンの開発を決定した背景として、北朝鮮が発射実験を繰り返している超音速弾道ミサイルへの対処ということが大きく挙げられているみたい。レールガンは試作試験段階でも 200km 以上の長距離射撃が可能であり、理論上では、火薬で発射する大砲や燃料から得られるエネルギーにより飛翔するミサイルなどと比べ、レールガンは電気エネルギーだけを利用して砲弾を発射することが可能であるため、低コストで、かつ連射することも可能であることから、弾道ミサイルなどによる砲は攻撃を受けた際に、多数の砲弾を即時に発射して迎撃することが可能であるとのことだよ。防衛省ではこれまでにもレールガンを研究しており、試作したレールガンの発射試験においては、方向初速は毎秒 2300m、マッハ6程度の速度を記録したんだけど、これは従来型の火薬で砲弾を発射する戦車砲の方向初速、毎秒 1700m から 1800m を上回る速度であり、真相ニュース、うちで番組キャスターより、レールガンを開発することのメリット、について質問が及んだ際、小原上席研究員は、砲弾を極めて高速かつ連射して撃ち出すことが可能であり、高速で飛翔するミサイルに対して、砲弾を短時間に多数到達させて迎撃率を向上させることができると回答をしているよ。そして米軍による地上試験では、最大射程 370km であるとの報告もあることから今後、連射速度が今まで以上に向上すれば、火薬を使用しないことによる安全性、誘爆の危険性の減少等が高いこともあり、非常に期待が持てる兵器である旨を述べているみたい。アメリカの実験でのレールガンの威力は凄まじく、アメリカ海軍が公開した動画では、レールガンによって打ち出された砲弾が3枚の強化コンクリートをいともたやすく貫通。他にも分厚い鉄板6枚に大きな穴を開けたんだよ。また、番組の中で、強力な磁場を発生させる装置を開発することに対する困難さ、についての質問については、米国が10年間開発を続けた末に開発継続を断念したことを挙げ、その理由として、米国は水上艦艇にレールガンを搭載することを想定していたため、完全に搭載可能な小型高出力の電源装置を開発しようとして失敗したが、日本はこの分野における研究開発が進んでいるため、その技術的な優位性を活かせば開発は可能である、旨の発言をしているんだって。日本が今まで培ってきた技術が活かせるってことだね。そして現状、米軍のズムボルト9駆逐艦に搭載されている統合電源システム IPS であれば、IPS は艦隊各所で必要な電力量を計算して、必要量に応じて集中して配電することが可能であることから、同艦にレールガンを搭載することは可能であるとしながらも、レールガンを発射した場合に必要な電力は膨大であり、発射する場合は艦内に供給される電力の大半を使用することになり、他の電子機器が一時的に使用できなくなるため、実際に搭載することは現実的ではないことが述べられているんだ。しかし、その点では日本が誇る小型高出力の電源システム関連の技術を発展させれば、問題の解決は可能であろうとしているぜ。特に電源の実用化に向けては、常時発電することによって電力を確保するのか、それともバッテリーに充電することにより電源を確保するのか、2通りの方法が提示され、バッテリーで充電する方法については、充電した電力を使い切った場合には、それ以上の連射が不可能になることや、バッテリーの充電にも時間を要することが大きな課題として挙げられていたよね。けど、これらの点に関しては、電源システムやバッテリー技術については、
日本が世界でも優位性を持つ多数の技術を有しており、米国との国際共同開発を行うことになった場合には、日本の電源システムやバッテリー技術の技術的優位性を活かして、主導的役割を担うべきだとしているんだ。続いて小野寺元防衛大臣がレールガンについて、現状の弾道ミサイル迎撃用の迎撃ミサイルが非常に高価であることが問題になっており、レールガンは低コストな迎撃手段であると見積もられている、旨の見解を示し、小野寺元防衛大臣が2012年に初めて防衛大臣に就任した当時から、レールガンについて有効な兵器であるとの期待を持っており、多額の予算が必要となる現状のミサイル防衛システムに代わる、新たな次世代のミサイル防衛システムを、構築していくために研究開発を行うよう防衛省内の関係部署へ指示をしたことを明かしたみたい。今後も小野寺元防衛大臣は、現在は自由民主党の防衛大綱について議論するワーキングチームの座長を務める立場から、レールガンの性能向上に向けた予算計上について協力していくとしているんだって。そして、小原上席研究員の意見にも賛同し、日本が有する最先端の電気系関連システムの研究について期待感を持っているとした上で、陸上への配備が優先されるとしつつも、専守防衛の面から、日本へ向かってくるミサイルへの迎撃率を高めるために、航空機への搭載も視野に入れるべきであるとの見解を示しているよ。さらに番組内では、レールガン開発に向けた課題とゲームチェンジャーとしての可能性について議論が進められたんだ。課題として挙げられた大電力の電源確保についての他にも、最新の弾道ミサイルは、迎撃率を低減するために目標に対して直線的な軌道を取らず変則的な軌道を取りながら高速で目標に向かってくるとされ、そのような、現在諸外国で研究開発が進む極超音速ミサイルに対して、レールガンが実際に有効な迎撃手段となり得るのか。さらには巨額の研究開発費の捻出問題についても、小野寺氏と小原氏へ質問がなされたようだね。この質問に対して小野寺元防衛大臣は、変則軌道を取る弾道ミサイルへの対応については、既存のペトリオットミサイルシステム PAC-3 や、イージスシステム SM-3 をレールガンシステムが代替するものではなく、既存の迎撃システムにレールガンシステムを加えて多層的な迎撃網を構築していきたい旨を示し、既存のミサイル防衛システムの迎撃手段が、弾道ミサイルに対して迎撃ミサイルを直撃させることで撃墜することを目指しているが、レールガンも含め、近接新艦などで弾道ミサイルの至近距離で、迎撃用弾頭を起爆させて迎撃するなどの手段も研究していくべきであるとしているんだって。また、小原上席研究員は、極超音速ミサイルは高速になるほどそのミサイルの運動性は低下することを指摘し、高度が低下していけば空気抵抗が増して飛翔速度も低下するため、高い運動能力を必要とする変速軌道は高高度を飛翔中にしか取ることができず、飛翔高度が低下していく段階では、弾道ミサイルの運動性と飛翔速度が低下し、レールガンでも十分に迎撃は可能であるとしているよ。いろいろ課題はあるけど、開発に成功すれば迎撃率が上がることは間違いなしだね。しかしながら、レールガンの構想は1960年代より議論が交わされており、本格的に各国で研究開発が行われたのも、ここ10年程度のことであり、その実現性には疑問の声も上がっているぜ。これについて小野寺元防衛大臣は、小野寺氏が防衛大臣在任中の防衛省幹部はレールガンに寄せる期待が非常に高く、防空手段としてだけではなく、対艦攻撃手段としても活用していく構想も防衛省内では議論されており、実現の可能性は高いとしているんだ。さらに莫大な研究開発予算について小原上席研究員は、日米共同開発が実現すれば、日米同盟の強化にもつながるため非常に高い目標ではあるとしながらも、2028年までには開発を完了させ、実用化していきたいと語っているよ。そして2028年という早期の開発完了が成し遂げられれば、日本の技術水準が非常に高度なものであることを中国にも示すことができ、それをもって中国に対する抑止力を高めることにつながるとしているね。そして、日本がこの先もゲームチェンジャー的な革新的な技術を開発し続けることができれば、日本侮り型し、として、日本への挑発行為や圧力を控えるようにもなり、日本の平和にもつながっていくと語り、技術開発を絶えず継続的に行っていくことが重要であると結んでいるよ。このように、日本でもレールガンの開発が本格的に始動したけど、
これは単なる一兵器開発としてだけではなく、日本の抑止力強化、日米同盟の発展、ミサイル防衛体制の強化など、様々な重要な要素が絡んだものであり、このレールガン開発については今後も注目をしていくべきだろうね。ただ低コストかつ、高威力のレールガンは、どの国にとっても魅力的な兵器だが、アメリカ以外にも中国やロシア、EU などがこれまでレールガンの開発に取り組んでおり、一体、どの国が最初に実用化するのか、と注目されていたが、なんとトップを走っていたアメリカが、2021年に開発中止を発表。2022年度の軍事予算の中で、レールガン関係の新たな資金提供を要求しなかったんだぜ。アメリカは10年以上も開発に邁進していたのだが、なぜ開発を中止するに至ったのか。一つには、在来の砲塔で発射可能な超高速発射弾でも、レールガン同様の効果が得られると判明したため、と言われていて。これは、現に2016年、当時の国防副長官が講演で言及してるぜ。また、対抗兵器との優劣も指摘されており、レールガンに近い水準の極超音速兵器で射程がレールガンの10倍程度を誇る兵器があるため、比較し射程の短いレールガンは実際の戦闘で役に立たないと指摘する声もあるぜ。アメリカが開発をやめたことが気になるが、日本は独自で頑張ってもらいたいね。今回の動画はここまで。ご視聴